こんにちは今回はですね私が以前受けていたエステですねあの顔のシミを取った施術をしていただいたあそういったあの施術院があるんですよね東京美容外科福山院ってとこでございますけどもあのすっかり忘れていたんですけどもあのその会社からねあの通知が来たんですよある通知が。 で思い出してみるとこれね私5回くらいの施術のコースを取っていたんですけども3回目ぐらいまではねすごくね気持ちよく楽しくやってたんですけども3回目の施術が終わったあとになんかねいつもとは違うような感じでよく分かんないんですけどもねあの放置されたっていうか待たされたんですよね。で別に新しい支払いがあるわけでもないですしもうお金は全部払ってますしね。 特に話したたいいいことともななんで早く帰りたいなと思って待たされているところからあなんか忘れられてるのかなと思ったんでちょっと帰ろうとしたんですよ帰ろうとしたら係の方が出てきて「あどうしたんですかもうちょっと待ってください」みたいな感じで待たされたんですけども相変わらずねその日はねまだまだ待たされてたんですよねそんなこと思い出しましたねでんで待たされたのか全然分かんなかったんですけどもちょっと私も記憶が曖昧なんですけども確かこの日ね 10時半の予約を取っていたところ、10時半は別の予約があるんで、すいませんけども、まあ、時間を前倒しにさせてもらえませんかって感じで、ちょっと早めに行ったんですよ。というのが、緊急でなんかが入ったらしくって、あそういうことだったら、すごくいい関係でやらせてもらってますんで、私全然時間を譲りますから、前にあの早めに行きますよって感じで早めに行ったんですよ。で、早めに行って、先日も早く終わるじゃないですか。で、待たされていたんですよね。で、結局待たされて、待たされて、何が起きたかっていうと、あの、 別に前倒ししなくても普通の時間に行ったのと同じぐらいの時間になっちゃったわけですよ。何なのかなと。もう早めに行った意味がないじゃないですか。で何か用事があるんだったらいいんですけどもその要件もなかったんでもう腹が立ってね思い出した思い出した腹が立ってねもうこんなとこにもう二度と来るかと思って帰ったわけですよ。<laughs> まあ気が短いと言いますかね気は長いんですけどね私もね。その時はもうなんか無意味に待たされてね腹が立っちゃってね で説明もないし誰かがいるわけでもないですし何なんだろうなと前々から予約入れててこんなにねあのまあほに自分で言うことながら丁寧な対応をしてもらったし私も顧客としてねあの意地悪な人間じゃなかったと思うんですよすごくいい関係でやらせてもらってたんですけどその日だけはなんかね存在っていうか乱暴に扱われてるような気がしてならなくってその場でねもう帰りますわってって帰ったんですよ。で帰って でまあその施術院を出て、まあ、しばらく誰か追っかけてくるかなと思ったんですよで扉の前に待ってたんですよねまあそう言っても誰か追っかけてくるだろうこれほどまでにあのもういいよっつて出てったらね誰か来るかなと思って待ってたら誰も来ないんですよで本当バカにしてんなとその時またね怒りが増幅してでその店の前でねクレームの電話をかけたわけですよそしたらクレームを受けるところは そののお店ってていうか施術じゃなくて別のところみたいでそこにまあ今こういう状況で店の前にいるけども誰も追っかけてくるわけでもないですしこうやって電話しててねもうしばらく経つけども何も起きてないですよと結局厄介なやつが帰ったぐらいしか思ってないんでしょうみたいな感じで毒づいてですね <laughs> もう残りの施術行かないしもう金もいいからもう忘れさせてくれみたいな感じでその場は去って行ったんですよ。あ,あ気が済んだと思ってね本当にでも いろんな形でね、これからも長い間お世話になりたいなと思ってたところでもう残念でね、これほどまでにいい加減なサービスしやがってという風に思ったのと、やっぱり私の先入観なんですよね。こういう風なエステ系のところって、なんかお高く泊まっててね、この、まあ、下々の人間を馬鹿にしてるんだろうなっていう先入観があるわけですよ。いまだに、いまだにね。だからね、どこも行けつかないわけですよ。で、それがやっぱりなみたいな感じになって、あの、まあ、私としてはもう、 ならしたわけけんですけどそれからしばらくずっと忘れてましたもうだいぶ前のこと半年ぐらい経つんじゃないですかねうん半年ぐらい経つんですよで半年ぐらい確か経ったと思いますけどあそうそう7月に行ったんですよ7月9日に7月9日にここに行ってそういう段取りで今2月のあれです8日ですからねだから半年ぐらい経つんですよ半年以上かそれまでずっとね 放置されていてい今こうやってまあいい年またぎましたけどもなんかあったんでしょうねなんかでこうやってお詫び状とともに返金しますからみたいな感じで来てるんですけども今更いいよなって感じですよねこれ書類書くのも面倒くさいんですようんなんかね何なんでしょうねうんまあでもこれ忘れてたんでどうでもいいかなとも今思ってるんですよ それにあの別にこの施術院がね施、あのー、術の腕は全然あると思います腕があるっていうか機械がいいんでね腕がいいのかどうか分かりませんけどもそっちに対しては全く不満がなくってこの態度はないやろみたいなところに尽きるんですよね、まあ、ですんでこの東京美容外科福山院っていうところが、あのー、まあそういうふうな接客といいますかねちょっとポカをしているなっていうところはあったんですけども。 それにたまたま私が当たっちゃってね、うん、こうなったということでね、もしかしたら何に対しても全然怒らないよみたいな人とかね、暇で暇でしょうがないからいつまで,でも待ちますよみたいな感じの人は、こうはならなかったと思うんですけども、うん、私はまあ、ちょっとその時はね、約束もありましたんで、いい加減にせよみたいな感じ。しかも、あの、前日に時間をずらしてくれって言われて、ずらしたらこのありさまなんで、何様だろうなと思ってね、そこに関してはもう百歩も譲れないところがありますね。 もう行くことはないでしょうねここに。っていうかもうエステに行くことがないですよね。やっぱりこんなところだろうなと思います、ね <laughs> うんでまあでもここに関してはなんか施術に関しては文句は別にないかなと思いますね。うんまあ、そんなところですかそういうことがあったかなってところですよね。えーまあ、ですのでね、まあ、気持ちよく施術受けられてる方もいらっしゃると思いますんで、えー、なんか。 そそれはそれでよかでははでででかかないいいしょうかというとところでございます私はたまたまね気に入らなかったとまあ言ってみればね八百屋に行って八百屋の親父があの何、ー、だお代はいいからとっとと買いやがれみたいなこと言われたんで何だよあの親父っていう感じでね毒づいてる状態でございます <laughs> ちょっと例えが全然違いますかねはいじゃあ以上でございますまああのなんか風書が来たんでこれから読ませてもらおうかなと思いますけどね